東急バス青葉台営業所。東急バス青葉台営業所は、神奈川県横浜市青葉区さつきが岡奈々の環状を4号線沿いに、ある東急田園都市線青葉台駅を中心に路線を展開するバスの営業である。営業所の略号は、AO。横浜市北部の田園都市線沿線では、多摩田園都市の開発が始まる、前後の1950年代から本格的な、 バス路線の整備が始まった。1966年、昭和41年の田園都市線開通の時点では、溝の口駅から長津田駅までの神奈川県内部分につながるバスとして、現在の元石川線や柿尾線、津島線などにつながる路線が少ないながらも存在し、高津営業所を中心に新羽営業所や川崎営業所もところ路線を持っていた。しかし、 多摩田園都市の開発が進むにつれ人口が増加し、沿線に大規模な団地が造成されたことから、バスの需要が急激に高まり、高津営業所だけでは所管しきれなくなる。当時は国道246号を使い、長距離にわたって改装で出入庫していた。この改装を解消するため、1981年、昭和56年に、青葉台営業所が開設された。 虹が丘営業所よりも5年早く開設された関係上、当初は現、虹が丘所管路線も担当していた。なお、東京急行電鉄では、経営資源の効率化という名目で、東京都品川区にあった中野営業所を移転する形取った。このため中野営業所は、東営業所の開設と同時に廃止されている。この営業所の特徴として、 営業所周辺を通る路線が少ない関係上、高津営業所と同じく国道246号経由の出入庫系統が存在する。加え、過去に営業していた路線の免許を維持するために、出庫便や入庫便の形で1日1本しかバスの通らない区間を抱えている。元高知路線。ゆえに、高知型中型車あるいは一般の中型車が用いられる。 桜台第二公園商船員と三竹台萌え木ア公園が、フリー公舎区間となる。乗車の際は停留所から乗車する必要がある。比較的に上り坂が多いため、高齢者向けとされている。また、路線沿いに公園が多く、青葉台公園場など公園の名前を取った停留署名が多い。走行車両には01系統同様、中型車が用いられている。 青葉台駅から環状4号線を南下し、JR 横浜線東海千葉駅経由で、横浜市旭区の若葉台団地まで至る。朝日区内に乗り入れる東急バス路線は東路線が唯一である。若葉台団地という巨大団地と都心へ、直接向かう東急電園都市線の駅を最短ルートで結ぶゆえに乗客が非常に多く、東急バス全体でも有数のドル箱路線となっており、 大型短弱車長弱車の両方が重当される。横浜市営、バス23系統、青葉台駅東岡市場駅、若葉台中央線、神奈川中央交通23系統、東海市場駅、若葉台、中央線と共通乗車券取扱いをしている。ただし、時刻表の掲載などは別。出入り便として、青葉台営業所若葉台中央便が数本あるが、 市営バスと違って10日、市場駅、若葉台車庫発着はなく、逆に、神奈中バスは、全便が10日、市場駅発着で、青葉台駅発着便がない上に、本数も少ない。青葉台駅から若葉台中央へ至る路線は他に、横浜市営バスの55系統と65系統が存在するが、このバスは、郵便局前を経由する、最短ルートを取る。 神奈川中央交通が運行する、東海市場駅発着で、若葉台中央から、さらに相鉄本線三坂駅、鶴上野駅まで足を伸ばす堺21、ミネレ A2 系統も、若葉台中央まで、同じルートで運行する。本数は、市営23系統、青葉台駅若葉台中央系統と合わせると、ひもすがら多く、 平日土曜は若葉台中央行きの深夜バス、東急のみ合深夜1時台まで設定されている。経由地違いの市営65系統も本数が多く、こちらは市営が平日土曜に若葉台中央行きの深夜バスを設定している。若葉台中央では同じく運行本数が終日多い神奈川中央交通5.115系統。 横浜駅西行き鶴ヶ峰駅行きや神奈川中央、交通、総鉄バス共同運行路線の116系統、三坂駅行きなどに容易に乗り換えができる。青葉台駅都市が、尾駅を環状4号線、東院学園前、横浜上浅尾道路急道経由で結ぶ路線。主に、青葉台駅東院学園前の通学輸送を担う。主力は、 東院学園前泊まりの青28系統、日中毎時4から6本、市が尾駅まで運行する青27系統は、平日土曜は毎時1から2本、休日は朝夕のみ毎時1本の運転となっている。県嘩市のマンモス校である東院学園を抱えることから、朝夕には長尺者が優先的に充当されている。年月日のダイヤ改正では、 青27が、青葉台駅発は、平日朝の1本。またしが、お駅発は、最終便を除き、全便東輪学園前経由になっている。2015年5月1日のダイヤ改正で、全便東輪学園前経由となり、青葉台一丁目主発便も、廃止となった。青葉台駅と、鴨志田団地を結ぶ青葉台営業所の幹線路線。平日は、日中毎時8本。 と、土休日は、毎時6本、平日朝に至っては、青葉台行きが20本設定されており、乗客も、非常に、多いことから、やはり長弱車が投げされている。また、青31系統については、平日と土曜に深夜バスが運行される。上記の通り、2002年7月16日より、実家町住民の便を測り、横浜市 A43 系統、 当時、小田急バス下機25系統とともに自家町への乗り入れを開始。ただしこの路線に限り、工人者入口へは向かわずに自家町を経由した後、鴨志田団地へ戻る。自家町循環の青30系統は、日中毎時1.2本設定。平日土曜は、鴨志田団地域青31系統の深夜バスが運行されているが、平日ダイヤでは1987年以降は、 青葉台駅の下り終電に接続する設定となっており、2013年現在は午前1時過ぎまで設定がある。この路線は大型短尺車が基本的に使用されるが、中型車が運用に入ることもある。青51.52系統は、松風台、桂台と青葉台駅を結ぶ循環路線で、午前は青51。 午後は青52で1時間に2から3本運転される。以前は、小風台経由で日体台,台を結ぶ路線であったが2010年3月1日のダイヤ改正伴い廃止されている。青55系統は、子供の国線、温田駅付近に広がる1990年代に、開発の進んだ赤根台地区と青葉台駅を結ぶ、系統で、電源都市線沿いのバスにしては珍しく、途中で、 子供の国線の踏切を渡る。かつては、神奈川中央交通との共同運行路線であり、共通定期券の取り扱いがあったが、2014年8月31日のダイヤ改正で、共同運行は解消された。開発途中に、温大駅が開業したこと、赤根大地区が、長津田駅までと保険であることから、本数は少なく、朝10時台以降の運転でおよそ1時間に1本の、 運行である。なお、杉山神社前引く赤根台は、東急バスで、唯一の待機路線区間、武装運賃であるため運賃は異なるが、多系統と同様に前乗り先払いである。出港便の棚駅経由赤根台駅は、奈良朝鮮の名残である。なおこの運行のみ、青葉台営業所のバス停位置出港口付近、県道川崎町田線側が違う。 青118系統は、住吉台まで、日泰大線青61系統と、並行し、子供の国経由で奈良北団地へ至る系統である。当初は、緑山巡環奈良地区センター前より、緑山スタジオ、小鳥橋経由で、青葉台駅へ買うを、横浜市営バスと共同運行していたが、メイン路線の奈良北団地折り返し場系統を持つ、市営の方が、 圧倒的に本数が多く東急バスは数えるほどの本数しかなかった。2007年3月16日、共同運行していた青葉台駅、緑山循環に加え、従来市営のみだった青葉台駅なら北、団地折り返し場系統も横浜市交通局から全面移譲された。なら北団地折り返し場駅が日中30分間隔で運行されている。 緑山巡回は1日11本と本数が少なかったが2014年8月31日のダイヤ改正で従来の桂台経由から小風台中温田橋経由に経路を変更本数も1日13本平日土休日は12本に増便されて新たに矢を56系統を名乗るようになったおよそ1時間に1本の運転だが2から3時間ほど運転されない 時間帯がある。この経路はかつて、横浜市営バスが運行していた120系統、青葉台駅小風台中温田橋子供の国、奈良町、奈良北団地のほとんどをなぞる形になる。青葉台駅と日本体育大学竹士大キャンパス間を、公園前、桂台経由で結ぶ青葉台営業所の主要路線である。沿線に三菱ケミカル、田摩高校、横浜美術大学。 横浜美術短大に新設されたといった学校研究所に加え住宅地内を運行することから乗客は非常に多く長尺者が優先して運用に入る。本数は基本的に1時間に8から10本だが通学時間帯と通勤時間の重なる朝、ラッシュ時間帯は最大で1時間に21本ものバスが運行される。平日と土曜には深夜バスも運行。 また2002年より通学のみに重点を置いた、急行便が運転を開始し、朝は日体大方面、夕方は青葉大方面で運行されていた。基本的に長尺車による運用で深夜、急行バス用のワンロマ車も入る。急行便は2015年5月1日をもって、全便廃止となった。もとは、梅ヶ丘経由と、坂上経由の藤ヶ丘駅行きと、 梅ヶ丘経由北八行域で構成されていたが、青82系統、緑大循環の新設により、藤ヶ丘駅行きは梅ヶ丘経由のみに、北八行域は坂上経由となった。北八作方面のバスはもともと同地区から、筒地ヶ丘小学校への通学のために設定された路線であったが、川場小学校や藤ヶ丘小学校の開校により、 当初の目的は失われている。北八作付近は市街化調整区域であり、田畑の多い地域である。2014年5月1日のダイヤ改正で、北八作より先見道中、三北山田線、区役所通りの川場町駅や音間の新密区間の開通に伴い、中山駅北口へ延伸された。これにより北八作地区から、中山駅、緑区役所へのアクセスが容易になった。 緑台循環線は高台にありもともと路線バスの運行がなかった緑台地区と株式会社東海の工場跡地を含めて開発され、同時期に入居開始となった横浜市営北発作住宅、高齢者優先住居ありへの便制工場のため、1999年に新設。現在は港北パーキングエリアや日帰り入浴施設、ユーランド緑などのアクセス路線でもある。 当初は、高知型の中型車が用いられていた。日中時間帯、10から16時台の便は、緑台、手前の曲がり角裕福の里、先の曲がり角間が、フリー乗降区間となる。早朝は、青葉台駅発緑台循環より、北八作住宅発青葉台駅業の始発時刻が、かなり、30分程度早い。そのため、始発から数本は、 青葉台営業所さつきが丘から、横浜商科大学前、横浜商科大学入り口から、北八作住宅の改装ルートを取って、運用に入る。北八作住宅泊まりの運行もこのルートを通って、営業所に改装される。また、平日のみある第一公園止めは、第一公園で、お客を下ろすとそのまま坂を降り、緑台団地信号を右折し、青葉台営業所へ、改装される。 青82系統は境外道路、橋走行の関係で、一般型中型車が用いられる。現在では青81系統、青83系統でも、一般型中型車で運行される場合が多くなっている。青葉台駅と中山駅を短絡して結ぶ系統で、使用される車両は、ワンステップの大型短弱車が中心。市営は主に中型車が運用されてきたが、 現在は、ノンステップの大型車が運用に入る。カンナ中の担当便は90系統で、運行本数はそれぞれ平日朝2本と少なく、大型車による運行である。もともとは、神奈川中央交通が運行していた県町田駅、中山駅の路線が存在し、東急田園都市線青葉台駅開業時に後から、市営と東急が参入したもの。過去には、青葉台営業所発、 乗車は、さつきが、丘から東京経由中山駅、北口行きが1本のみ午後3時頃にあった。このバスは、北口到着後、田駅行きとなっていた、改装兼用であった。その他に、青葉台駅や青葉台営業所間の出入小便も、頻繁に運行されており、中型車から、大型長尺車まで、当営業所在籍車種のほとんどが使用されている。 東急電園都市線市が、お駅から新横浜駅までを、横浜上朝尾道路経由で結ぶ路線である。東急バスの路線では長距離の部類に入る。沿線に、ララポート横浜がオープンしたことで、定時運行が困難になりつある。東路線におけるララポート横浜の最寄り停留所は、矢ぶ日中は、毎時3本で、市が、お駅会の坂間においては、 市43系統と10分置きの交互運行となっている。市が、お駅横浜駅西口間を横浜市営バス3系統と長らく共同運行していたが、横浜市の市営バス再編に伴い市営3系統は段階的に廃止、新横浜駅まで短縮の上東急バスによる単独運行となった。この短縮で、東急バスから横浜駅乗入れ路線が消滅し、 短縮されたまたくち橋横浜駅西口間の輸送は横浜市営バス39系統が担うことになった。新羽営業所時代は長弱ワンステップ車の他短弱ワンステップ車、ノンステップ車が運用に入ることが多かったが、青葉台営業所に関以降は主に短弱ワンステップ車による運行が中心である。現在でも時折長弱ワンステップ車で運行されることがある。 近年ではワンロマ車も、後日のミッドナイトアローの間合いで、朝や日中を中心にこの路線で運行されることが、増えている。元高知路線。ゆえに、高知型中型車あるいは、一般の中型車が使用される。江谷市四丁目、天街付近は、フリー乗降区間。開業時は、現在のバスターミナルが完成していなかったことから、市が、大駅東口。 交番脇の駐車場付近に仮設バス乗り場があったより、発着していた。江北ニュータウン開発初期から、ある歴史ある路線であったが、現在はほとんど運行されておらず、昔の路線の名残だけが残っている。遠隔や過去の経緯については、廃止路線を参照のこと。平日、土曜の会員時間帯のみ運行している路線。病院利用客の送迎を目的としているため、 運賃は無料であるが、乗車する際は、病院入り口にある専用券が必要であり、乗車時に券を回収箱に入れる。なお、東海市場駅より乗車する際に専用券を持っていない場合は、乗務員にその旨を伝えれば、券をその場でもらえる。また、土曜の最終便は、病院所有の送迎車が使われるため、専用券を出す必要はない。平日のみ。 電園都市線下り下げ沼駅最終電車に接続する深夜バスである。枝駅、滋賀、尾駅、青葉台駅にしか停車しない。最終電車が遅れた場合は到着まで待機することがある。客数によっては増車もある。経路は、玉プラーザ駅、アザミ野駅、両停留所は通過を経由し、枝駅から国道246号に入る。ミッドナイトアローとは異なり、枝駅、 市が、お駅からも、乗車可能である。なお、書類上の路線は、鴨志田団地線として含まれている。東急バスにおけるシニア急行バスの先駆けである。終電後の輸送をサポートする、ミッドナイトアローのほか、終電前の着席需要をサポートする、ナイトアローもあるが、ナイトアローは2007年10月1日より廃止され、ミッドナイトアローのみの運行に戻る。 首都高速3号渋谷線、透明高速道路を経由するため、高速道路での立ち席乗車が不可能であることから、先着による座席定員制としており、ワンドマ車によって運行される。最近では、前列に女性優先席が設けられている。上記学校は、グラウンドなどの運動設備が上り戸にある。そのため渋谷の校舎からグラウンドまで生徒と教諭を輸送する。 ワンロマ車が重当される。江駅から蒸気学校まで児童を輸送する。マーキュリーカラーの専用車が重当される。柿霊後語同様、柿尾駅南口から発車し、新前橋まで柿霊後語と同じ経路を走り子供の国に至る路線だった。1997年、平成9年2月16日限りで廃止。柿霊後語も早の線の一つであったが、 子供の国今での区間便が廃止された時に市が汚染に編入された。2010年、平成22年3月31日限りで廃止。同系統及び下記例録用に、子供の国青葉台営業所の入出庫便も存在した。この名残が赤根台行き出庫便である。市営バス Q89 系統と共管路線だった。 1989年8月31日限りで廃止。枝駅中山駅は市営地下鉄あざみの延伸をしばらくして廃止となった。末期は日体大行きの最終便の保管という形だった。記載した停留所のみの停車であったが2015年5月1日で廃止となった。 江田駅江田南大丸市が、お駅系統、後の市71系統は、江北ニュータウン開発初期の1983年より、運行されている路線で、開業当初は、横浜市営バス301系統と共同運行していた。しかし、1993年に、市営地下鉄3号線、ブルーラインが、あざみの駅まで延伸すると、横浜市営バスの方は廃止され、 301系統の系統番号はこの時新設された枝駅枝南平台中町台駅系統に引き継がれる東急バス単独での運行となった。その際誕生したのが枝駅枝南台中の瀬センター南駅系統、後の南301系統で、この路線は1年後の1994年には横浜市営バスとの共同運行になっている。ただし、 東急バスが運転しているのは平日のみで、なおかつ日中のみであった。なお、枝駅入口停留所は、枝駅行きのみ停車。東口省栄海通り停留所は、市が、お駅行きのみ停車。高車専用。長らくこの形態での運転が続いたが、2008年3月30日の横浜市営地下鉄グリーンラインの開業により、運行形態を変更。 南301が廃止され代わりに、続きふれあいの岡ロータリーに乗り入れる市72が設置された。2014年4月1日には、運行形態をさらに変更し、市71を廃止した上で市72の運行を、日中時間帯のみに縮小、枝駅続きふれあいの岡駅の区間便を新設した。この区間便は、終点の続きふれあいの岡駅に到着すると改装で、 センター南駅まで行き、南61系統として、中山駅北口へと向かう。南61系統は2014年5月1日に、県道中、三北山田線の新道区間開通に、も内設された路線で、中山駅北口行きのみの運行である。ほぼ全区間において、市営地下鉄、グリーンラインと並行するのが特徴。枝駅続きふれあいの丘駅。 続き触れ合いの岡駅市が、お駅は、市営バスと共通定期券取扱区間。ただし、この区間を走る市営バスには、取扱いのない系統もあるので注意が必要である。なお、市72系統廃止により、この区間の共通定期券も発売を終了。20から60分おきのランダムダイヤで運転し、区間便は、平日の枝駅18時発のみの運行。 基本的に中型車以外の車両が重当されるものの、500番台、1200番台のワンドマ車が運用に入ることが多い。開業時は、市61、62同様に市が、お駅東口、ブックスオーゼンより発着していた。出入庫は、枝駅、市が、お駅青葉台営業所を、国道246号経由で行っていており、 現在も市が、お駅発の入庫便が片道休日一本のみ、残っている。2006年3月16日付で、横浜市営運行の全便が、東急バスへ移乗されたが、この時に、全便の所管を、虹が丘営業所で統一するため、青葉台が担当していた、東院学園泊まりのシャトル便も虹が丘に、遺憾となった。日の主体に、三菱と、と、 トラックスの車両が配置されている。深夜路線や元高地路線を抱えているため、多種多様な車種が存在している。また、虹が丘営業所と同じく沿線に多くの団地を抱えており、利用者から収容力の大きいバスへの要望があったことか、その対策として1987年以降は大型長弱車が配置されているただし、虹が丘営業所とは違い、 標準尺者は単尺者と同じ扱いをされている。その他元高知路専用の中型車も所属している。また、エリア内に高台が多く、土反力が要求されることから、エンジンが選択できる場合は、競馬力仕様での導入となっている。青葉台営業所では無線を活用した運行管理システムが導入されており、運転席には営業所と更新ができるように、 無線機を標準装備している。東営業所開設当初は中野営業所と高津営業所、目黒営業所からの転属車で構成され、日の車をメインに RB10 型も9台在籍していた。高津営業所からの転属分には土車も含まれ、その後は日の車に加え土車も新規配置されていた。しかし土車は1988年度を最後に導入が途絶え、 あとに新羽営業所や都内の鶴巻営業所などへの点により一旦配置がなくなったが川和線以下に伴い再び配置されることとなる。かつては椅子図製のワンロマ社が在籍していたことがある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。